味噌ちゃう。出そう。あ、この。円卓みたいな海藻海山は大門重要。白様伝説。昔あるところに貧しき百姓あり、妻はなくて美しき娘あり、また一匹の馬を養う。娘この馬を愛して夜になれば馬屋に来てね。ついに馬と夫婦になれる。ある夜父はこのことを知りて、その次の日に娘には知らせず、馬を連れ出して桑の木に吊り下げて殺したり。その夜娘は馬のおらぬより父に尋ねてこのことを知り、驚き悲しみて桑の木の下に行き、獅子たる馬の首にすがりて泣きいたりしを。父はこれを憎みて斧を持ちて、後より馬の首を切り落とせしに。たちまち娘はその首に乗りたるまま天に昇りされり。お白様というはこの時よりなりたる神なり。遠野物語第69話。すごいやん。
な。映画見たらいいの。雨風祭りは210日前の8月下旬に行われる行事です。等身大のわら人形を男女2体作り、210日雨風期と書いた旗を掲げ、太鼓や鐘をたたきながら210日雨風祭りよ、大北派の果てまで送るよと唱えて村境まで持って行き、人形を納めます。210日ごろは台風が襲来します。被害から農作物を守るための厄除け行事です。灯籠の各地で雨風祭りの行事が見られましたが、現在では藁人形を省略して旗だけを村境に刺しているところもあります。
これは納屋です。